皆さんこんにちはナビゲーターのマッキーです先週からスタートしております5回シリーズでお送りしています熊本県主催のオンライン移住フェア熊本移住大作戦今日明日3回目と4回目の今回は農林水産企業特集と題しまして YouTube ライブで生放送でお送りしていきます熊本オンライン移住フェア熊本移住大作戦 最初のセミナーは農業セミナーですお話は熊本県新規収納支援センターセンター長の酒井さんにお願いいたします酒井さんお願いしますはい皆さんこんにちは、えー、熊本県新規収納支援センターで、えー、新規収納の相談とかですね、えー、いろいろ支援制度の説明とかそういったことを行っております酒、えー、井と申しますよろしくお願いいたします よろししくお願い,いたしますそれでは酒井さん、今日の講演のテーマ、教えていただけますかえ今日はですね、えー、まあ熊本県の農業の概要というところと、ですねそれから熊本県における新規就農者に対する支援制度、それから私たちがおります、熊本県新規就農支援センターがどういったことをやっているのかということを簡単に説明いたしたいと思います。 それでは早速お話をお伺いしていきたいと思いますのでどうぞお席の方にご移動ください熊本県新規就農支援センターセンター長の酒井さんに熊本県の農業の概要と新規就農支援についてご説明をいただきますそれではお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちは 今からしばらくの間です、ね、熊本県の農業についてです、ね、皆さん方にご紹介したいと思います、まああの。今からスライドを使って説明いたしますけれども、この背景の画面ですけれども、これはですね、阿蘇から熊本市内の方向を眺めたものです。 まあ熊本、人口70万ございますけれども、実はこの中心部から周りの方非常に豊かな農業地帯が広がっておりまして、また、山の向こうは有明海ということで,で、水産業も結構あるんですけれども、今日は農業について、いろいろ説明していきたいと思います。 さて、あのこれがですね、えー、熊本県のですね、えー、農業地帯1。まあ、熊本市の北部まあ、旧植木町からですね、えー、菊池それから遠くは阿蘇の方を望んだところの写真です。手前の方はですね、えー、果樹園なんですね。未開園があと、それからあの施設のハウスの中で果樹を作っております。ぶどうとかですね。 そういったものですけども三日園も綺麗に整備されておりまして、えー、園内の作業道もきちっと整備されて非常に使いやすい三日園になってますねそれから真ん中付近がハウスがいっぱい並んでおりますここがまあ、スイカ、メロンこういった主産地ですね 日本一のスイカを作っております、えー、まあ、熊本市北区になりますけれども植木の方になりますが、えー、この地帯ですそれからちょっと向こう側の方がですね、菊池の方になりますこちらも非常に園芸が盛んなところですけれども一方で畜産が非常に盛んなところになります、えー、熊本県の一番の阿蘇と並ぶですね、畜産地帯がこの菊池付近になります さらに奥の方阿蘇の語学が見えると思いますけどもこちらでは夏野菜を中心とした高齢地の野菜それからお米そして畜産特に酪農を中心としたですね畜産が行われて非常に盛んなところですでこれはですね実はあの菊池市にある龍門ダムというんですけどもあのここから水を今行って た熊本市の北部の菊池川元付近に水を流している供給しているところですね。施設園芸というのは当然あの雨が当たりませんのでですね、水というのが非常に大事になります。そういった水をですねここから供給して非常に盛んな施設園芸の主体が出来上がっているところですね。 で、一方で、えー、これは麻生の方ですえー、阿蘇谷の方ですね。阿蘇谷から阿蘇の語学を眺めております。えー、こ,この写真撮った時はですね。ご覧の通り、あの阿蘇。 噴煙をいっててておりましてこれ灰が降ってるんですけどもたまにこういうこともございますけどもですね、えー、手前の方が阿蘇谷の水田地帯それから点々とハウスも見えると思いますけども最近はあのー、アスパラガスとかです、ね、トマトとかナスビとかこういったものが夏,夏場の野菜としてですね出荷されておりますしもちろんあの畜産というのが非常に盛んな地域です。 こちらは北の方から見た阿蘇じゃなくて南の方から見た阿蘇ですね南阿蘇村というところです。ここも非常に米とか畜産とか園芸とかいうのが盛んに行われておりますけども、まあ、こちらの方もですね水が非常にきれいなところで湧き水がいっぱいきれいな湧き水が出ておりましてこういったものを使ってですねおいしいお米や野菜が作られています。 で一方でですね、これは麻生から外輪山を登って高森の草壁地区というところなんですけども、こういった中山間の棚田ですね、非常にあの風光明媚で綺麗なところですけども、農業をやるにはちょっと条件がですね厳しいところではあります。でもこういったところでは非常に美味しいお米が取れます。やっぱり阿蘇のですね、一番美味しいのはこういったところで取れる米かな。 なと思いますさてこれが熊本県の地形ですけどもよく見られるとわかると思いますけども北の方に緑と青いのところが目立ちますがここが熊本平野ですねそれから南の方八代平野になりますけどもここがやっぱり施設園芸とか米とかそういったものが非常に盛んに作られております。 いちごからナスビからトマトスイカメロンこういったいろんな種類のものそれまあ今言った他にもですねたくさんのお野菜がこの辺で作られておりますそれからさっき言った阿蘇ですね非常に阿蘇外輪山の中は非常に平坦なんですね標高5 0 0ーか4 0 0ーぐらいのところで非常に平坦なところが広がっておりまして ここでさっき写真に出てきたような園芸作物がたくさん作られておりますし畜産も非常に盛んです。で南の方ちょっと緑っぽいところが見えますけどもこれが人吉盆地ですね。ここでもです、ね、園芸米それからお茶あたりもですね作られてます。また、あのー、左手の方天草が見えますけどもここが、あのー、ここは果樹地帯ですね。 芦、えー、北からあ水俣にかけての果樹地帯、えー、特にあのデコポンが非常にに盛んに作られておるところですこういったふうにですね熊本県というのは非常に、あのー、いろんな地形的にも見てもですね、あのー、いろんな場所があるんでその場所場所にあったですね、えー、適した作物がいろんなところでいろんな種類作られているという特徴がございます。 で全国的にはですねこんな風に農家戸数は全国14位とそんなに多くないんですけども農業産出額は6位農業生産所得も6位ということでですねこれトップは北海道なんですけども2位が鹿児島、3位が茨城、4位が千葉と宮崎がだいたい同じくらいですかねそれから熊本になります。 で九州で,の中ではです、ね、あの鹿児島、宮崎があ熊本の上位なんですけれどもここは非常に畜産が盛んなところですね豚、あ鶏それから牛ですね、もちろんこういったものは非常に盛んなところなんですけれども畜産の割合が非常に高いんですけれども熊本はあ畜産もありますけどもお米もあるし野菜も果樹もあるというようなあバラエティーに富んだ作物が作る。 とこ,ろですね、でこれが熊本で非常に多くというか全国的に見てもトップレベルの生産量を誇っている品目です、まあこれ以外にもあるんですけど代表的なものだけこう挙げておりますがまずはトマトですね全国1位ナスビも全国2位スイカも全国1位デコポンも全国1位宿根かすみそも全国1位栗が全国2位ということですね。 えー、パッと見ても分かるとおり果樹から野菜から花からあーこういったものがたくさん作られてしかもそれが全国的にも非常にトップレベルのものが作られているということです。でこれは熊本県の農業の産出額を、まあ、金額で出したものですけどもトップがトマトですねトマトがトップの県というのはですね全国でも熊本だけです。 野菜がトップののいいうのは非常に少ないんですね大体、えー、畜産とか米がトップに来るんですけども熊本はトマトがトップに来ておりますその後畜産肉用牛それから米から生乳酪農、まあ、ですねそれから豚と畜産が続きますけどその後今度は果樹のみかんそれからいちごスイカとそれからナスそれから鶏卵も入ってきてますけどもこういったものが非常にいろんな 品目種類が作られているのがこれを見てもわかると思います。というところで,ですね、えー、熊本県というのは非常に,非常にです、ねえー、多彩な自然環境があっていろんな場所にいろんなものが作られているとそれから豊富な資源があります。えー、水もきれいですしですすね 海岸に行けば非常に日当たりもいいそういうところもたくさんございます水はけのいい場所そういったものもありますし阿蘇に行けば夏は冷涼な気候を利用したです、ね、夏野菜も作られてますこんなふうにです、ね、農業立地条件が非常に多彩でありますからいろんなものが作られていると。 おーしかもそれがです、ね、非常に、あのー、さっき言ったように全国レベルでも非常に上位の品目もたくさんございます、こういったものが作られているという県であるというのが言えると思います、九州でもです、ね、やっぱり熊本が一番バラエティに富んでいると、生産はです、ね、そういった県です。 さて、まあ、そういったところで収で納、ね、の農業をやりたいという方も多くいらっしゃると思います。農業といっても一口にいろんな農業がございます。まあ、本格的に農業だけで食べていこうという人もいらっしゃいますし一方であの収入源別に1つあるんだけどもそれとは別にまた農業でもある程度の収入を得たいという方もいらっしゃいますし。 まあ家庭菜園程度の農業でもやろうかなという人もいらっしゃると思いますただ、ですねやっぱりそれぞれ農業特に本格的に農業をやろう農業で収入を得ようという場合はですねやっぱりきちっとした道筋を立てていかないと非常に失敗したり苦労したりすることがあります。 でやっぱり思い立ってすぐできるレベルというのはもう家庭菜園程度のものなんですけども本格的な農業をやろうと思えば十分な準備が必要です。でそのためにはですねやっぱり想定される課題っていうのをしっかり把握して整理しておかないといけないと思います。で、えー、まあこういったことでですね農業をやるにはですねまず一番最初に必要なのは作物を作る技術です。 種をまいてほったらかしにしてものが作れるならいいんですけどもそんな簡単にはいきませんやっぱりそれを収穫して販売してお金を収入を得るとそういったものをきちっとたくさん取らなければなりませんのでそのためにはやっぱり技術というものが必要です。 やっぱりですね、戸たでも特に施設野菜を作ろうと思えば、1年間から2年間程度のです、ね、研修を受けて、しっかりした技術を持っておかないと、やっぱりうまくいきません。また一方で,です、ねあの、熊本県でたくさんあります農業法人さんで、ね、就職して、そこで技術を学ぶという方法もあります。 さて、えーまあ、農業をやろうという場合は、今言ったように、まず栽培品目を、何を作るか、トマトならトマトを作ろうと思えば、まずトマトの技術の研修をして、技術を習得しないといけないということですね。さらにもちろん農地が必要となります。 新規収納者の場合はです、ね、原則50アールの農地が必要になります。まあ、これは市町村によってちょっと面積の大きさが違いますけれども熊本市の場合でいけば50アールの、まあ、もちろん仮でいいんですけども。 1一箇所じゃなくても、晩餐しても、借りてでもいいんですけども、そういった農地がまず必要となります。それから、住むところですね、住むところが先か、農地が先かとどっちかになりますけども、住むところと農地というのはやっぱり近い方がいいですね、当然のことからですね、それから機械とか資材の確保になります。 えー、農業機械、トラクター、コ耕、まあ、運機、えー、それから資材となればハウスとかですね、まあ、簡単なハウスから立派なハウスまでありますけどもそれからちょっとした暖房が必要であれば暖房機が要りますしもちろん運搬するのに軽トラックとかですね、えー、それからあー防除するのに防除機械とかいろんなものがありますここういいいいったものを確保しないといけないところになととけにります。 そして、えー、さらに、えーまあ、新規就農者に対してはいろんな支援措置がありますけれどもこれもです、ね、新規就農者としての認定を受けないと受けることができません、まあ、これについては後でまた話したいと思いますけれども新規就農者の認定を収納前に受けておくことが必要になります。 でえー、研修期間中というのは、まあ、1年か2年あるわけですけれども、この期間中、ですねやっぱり収入がどうしてもありませんので、ですね国からですね農業次世代人材投資事業の準備型というのがありございます。これはあの研修に専念する就農希望者に対して、給付金を年間150万、最大2年間給付するというものです。 まあこれはあの生活資金となりますので何に使ってもいい資金になります。でえ条件が若干ありますけどもまあ50歳未満ということと県の熊本県なら熊本県の認定研修機関というのがいくつかありますけどもそこでえ1年間以上研修をすることさらに研修終了後1年以内に就農またはあの農業法人さんに就職するということが条件となります。 でえーまあ、今の研修を受けて新規就農するわけですけども新規就農する場合さっき言いました認定新規就農者というのが認定を受けないといろんな支援措置を受けることができませんでどういった支援措置を受けることができるかというとです、ね、さっき言った研修期間の時に研修期間中には年間150万円受けることができますけどもこの認定新規就農者というのを認定を受けますと 今度は農業次世代人材投資事業の経営開始型という給付金を受けることができます。これは1年目150万、2年目以降は前の年の所得に応じて減額されていくんですけども、何しろそういった生活資金が給付もらえることになります。それから青年筒収納資金という、これは無利子、無担保保証人がいらないという非常に借りやすい、利用しやすい資金ですけども、これが借入できることになります。 これ最大 3, 万円かれることができますそれから、経営体育成支援事業という、まあ、補助事業ですけども、こういうのも場合によっては受けることができます。それから、農業者年金に入れば加入負担の2分の1が国庫負担でもらえることができます。 さらに市町村とかです、ね、県の農業普及振興課等からの技術的指導を重点的に受けることができますまた各市町村それぞれ独自にです、ね、新規就農者に対する支援措置がありますのでこういったものも受けることができます。 さて、まあ、そういった支援措置についても含めてですね、熊本県新規就農支援センターではですね、いろんな農業を始めたい、それから技術を習得したい、研修したい、それから農業法人に就職したいという人に対してですね、いろいろ支援を行っています。特にやはりやっぱり農業に今まで全く関係なかった人はどうやって収納したらいいのかどうやって研修機関に行けばいいのかというのが分からない方もいらっしゃいますのでそういった方への相談とかですね えー、相談会の開催とかあ就職への紹介をやっておるところです。で、えー、今年もですね来年の1月23日この熊本城ホールでですね就農、えー、就業相談会を行うことになっております。えー、ぜひあの相談されたい方はいらしていただければと思います。また年に2回ほどですね演、えー、芸と家事のバスツアーを行って実際の新規就農したし 人の園地あたりをですね見ながらあのその人の話を聞いたりしておりますで、えー、実際の相談はですね、えー、熊本県の新規収納支援センター県庁の中にあります熊本県農業会議と熊本県農業公社の中に相談室がありますのでそこで随時相談を受けておりますけれども一方でですね毎月第4木曜日にですねミニ相談会ということで 簡単なセミナーと相談をこの熊本情報でね月に1回ほど行っておりますし毎月第1第3木曜日ではハローワーク熊本で収納農業に関する収納相談も受け付けておりますぜひこういった機会をですね利用して相談をしていただければと思いますまあそういうところでですね熊本県いろんなものが作られております。 農業でまあ県外から移住してきて成功している方もたくさんいらっしゃいます。ぜひ熊本県でですね農業を始めていただきたいと思います。以上です。 酒井さんありがとうご,ざいましたご説明の中にもありましたように熊本県は多彩な自然環境の中で全国的に見ると決して所得も低くないということで、まあ、恵まれた収納環境なのではないかと思えるんですが実際に移住してこられて農業を始める方っていうのは割と多いんでしょうか えー、農業に、えー、興味を持たれる方はたくさんいらっしゃいます、まあ、どの程度農業するかということですね、さっき言った本当に農業だけで生活していこうという人もおれば、あのー、なんか収入を持ってて、プラス農業をやりたいと、それから、あのー、ちょっとした農,場、まあ、農地があるんで、そこでちょこっと作ってみたいという人もいらっしゃいます、いろいろいらっしゃいます。 でまあ、やっぱりあの自然環境に恵まれた熊本ですからです、ね、ぜひ、そういったいろんな形がありますので農業をやってみられるとといいと思い思ます、はい、漠然と憧れていらっしゃる方から現実的に農業について考えていらっしゃる方までいらっしゃると思いますが詳しくは新規就農支援センターにぜひご相談ください。 ということでそろそろお時間となりましたここで収納セミナーを終了とさせていただきたいと思いますお話は熊本県新規収納支援センターセンター長の坂井さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました